踊って歌って大合戦は1965年4月2日から1966年5月27日まで日本テレビ系列局で放送されていた日本テレビ制作のバラエティ番組である顔石鹸の一社提供放送時間は毎週金曜19時30分20時歌って踊って大合戦と語記されている場合もある 5人1組のチームを組んだ一般からの参加者たちが、歌と踊りで賞金を稼ぐ模様を放送していた、視聴者参加型の公開番組。司会は、すでに演芸番組などで人気を博していた、初代、林家三平で、この番組ではそれまでにない豪快な司会として、さらに人気者となった。なお、三平は、この番組の司会者に起用が決まると奮起し、泡踊りとツイストをミックスさせた。 独自の踊りを考案して熱心に稽古を重ね、それを披露した。番組はスタートしてすぐに高視聴率を獲得したが、やがてその内容から同系列局で放送のアベック歌合戦やフジテレビ系列局で放送の日清ちびっこのドジマンと共に定俗番組とやり玉に上げられるようになった。やがて踊りが制限されることとなり、 さらに1966年1月には裏に、ちびっこのドジマンが移動し、結局1年2ヶ月の放送で終わった。出場者は5人1組で構成された、一般参加チームやコンビが4組。まず、さあ、歌って、踊って、バっしょい、バっしょい、の三平の掛け声で、チームの代表者1人が歌を歌い、審査員に審査して、賞金を決める。 そしてバンドの演奏とともに様々な踊りを披露し、自らの商売や特技をアピールして、賞金を釣り上げたり下げたりした。全チームが終わったところで、最終的に一番獲得賞金が多かったチームには、発明賞が、それ以外のチームから特にインパクトがあったチームには、ハッスル賞がそれぞれ送られた。当時は VTR の企画が2インチで、聞き、 テープともに効果だった上、著作権法などの絡みで番組の資料保存が制約されていた事情もあり、本番組を記録した VTR は日本テレビには一本も残っていない。後年、三平の特集番組が組まれると、ほとんどの場合はスチール写真を使って紹介される。ただし、日本テレビ以外のつぼネが何らかの形で映像を残しているケースがあり、 IBC 岩手放送のミニ番組岩田アーカイブの旅2014年12月12日放送分において森岡体育館で行われた公開録画の模様が放送された。ありがとうございます。